中村氏、中村氏は、藤原北家山影流、藤原実る衆が、天盈2年、1111 11年に、日立の助に任命され、日立国の伊佐を中村二重視中村氏を称した、ことに始まる。伊達氏の祖とされ、日立国伊佐郡の伊佐氏とは同族。戦国時代までは下谷国の中村城を拠点とし、戦国時代以降は、宇都宮を拠点とした一族。 藤原北家山陰流、三位、藤原康地下の孫で、十四位した、越前守る、藤原ための子、藤原忠二の長男、藤原実留衆が、天狄二年、1111 11年に、日立之助に任命され、日立国の伊佐宗中村に従した。新編日立国史や、柳川八幡官主、菅野氏警府によると、未周発で、伊佐中村にいる。 よって、中村をしとすとあり藤原実主が、中村氏を称し、中村氏の祖とされるゆえんとなっている。大菓市中地区の古辞社にはいくつかの中世古器類が、伝尊しているが、それらの多くは、中村僧の領主を、中村上官後の主である中村氏とし、伊達氏の先祖とすることで共通した性格を持つ。中里奈彦、東京大学資料編纂書講師、 栃木県文化財保護審議会委員は、こうした古器類などを検討し、伊達氏が日立国伊佐宗伊佐郡中立から起こったという、これまでの見解については、問題はなが伊佐氏の祖が中村宗に意して、中村氏を少子平安末期から鎌倉初期に伊佐郡に移ったのではないかという新たな見解を示した。遠方五年に行われた道の仙大違反による伊達氏、 旧跡調査に接した、久保田玄九郎ところどころめぐるみ覚書によるところの、伊達市源流の伝承については、中村地域の主体的な行動により形成された、ものであろうとし、新市市などのはこの書をもとに、中村市の遺産群移住説について、中村市の存在そのものや伊達市発祥地、伝承自体についても打ちすべき余地が多いとしていたが、近年の研究では、 この仙台藩による伊達市旧跡調査の際に、伊達隆氏村が、中村八万宮に奉納した遺品が毛屋の中村で、見つかり、ともを、伊達家しそとする伊達家としては、尊卑文脈にない伊達隆氏村がしそなるようなことの、内容ところめぐるみ覚え書きに記したとされる。なおこの伊達胸村遺品の軍配内うは現在、仙台市博物館の所蔵とされている。 またこの伊達市旧跡調査が行われ発見された、伊達胸村遺品を回収すべく、遠方6年、伊達津村が、伊達家の宝刀備前吉光、栃木県文化財指定を中村八万宮に奉納し、交渉の末、伊達胸村遺品を襲外戦後軍売断戦、仙台博物館所蔵を仙台藩のもとに回収したとされる。この津村が奉納した宝刀の箱書には、 大食官十八代の病泳和賀建やしの思祖、日立之助宗村書いて、四季男性に悪を東急に奉納すと記載されて、織子の地を発祥の地とし、宗村を子祖と当時の藩主、津村が認めていたとされている。下屋国中村氏の家紋は、元来、藤原思想家以来の丸に、県編クエモ門を用いていたが、文治五年、千百八十九年の欧州合戦の、公に、年にし、 伊達と宗が、源の頼朝のより幕門人領門を拝領したてしは、その後、数代にわたり幕門人領門を用いていたが、後に下谷国中村城の城主となる、中村友貞は頼朝より拝領した、幕門人領門を用いず、藤原氏以来の丸に、県辺久エモを用いたとされている。そのため下谷国中村市の中村友貞直系の子孫は丸に、 剣クエモ門を用いている。下谷国の中村僧は元来藤原思想家の管理地であったが、源の義朝が下野守に任じられると義朝の勢力下となっていた。方元元年1156年に方元の乱が起こるととにおいて高松院の蔵人であった藤原隆は下谷国派賀郡中村僧に下校し、中村八幡宮の南東に 中村城を築いて、中村宗を管理しともむねは、中村太郎と少子後に入道して、年日と少子したとされている。自称四年、1180年に、源頼朝が挙兵すると母方の重定という、関係もありきかに参じた。文治五年、1189年の、欧州合戦においては、年日の四人の息子、ためむね、ためしゅげ、むねむら、もとつな、 ため家が前衛として出陣、藤原康平軍の最前線基地である、忍部軍の石名坂の城塞を攻略して、大将の佐藤元春を池通りとした。この功により、激戦地厚かし山がある、道のく国立軍を賜り、地頭となった。年にしは、領地の仕置きを行い、長男のため宗は、日立国伊佐、伊佐城、次男のため主家、宗村は、道のく国立軍。 三男の静綱は下谷国中村、中村城を拝領した。下谷国中村、中村城を拝領した元綱はそのほとんどが鎌倉で寄居していた。年日は欧州合戦以前に養子として迎え入れていた吉宗、友貞を日立地じゃため胸に託し、吉宗、友貞が成人となると中村を継がせた。吉宗、友貞は治水に励み、下付衣川、 現在の絹川よりの水路を勝ち売り口、現在の栃木県猛岡市勝売金辺により、領内への用水路開拓を自らの知性に尽くした。中村領民は友貞が亡くなった後に、中村城近くに友貞をし体、い、友貞を祀った中村大名神を建立している。上元三年、源実友が、日立かじゃため胸に長いをほ。 現在の宮城県松山町の廃領地の開墾を命じた際、吉宗、智貞は伊佐田明への預かりとされ、鎌倉幕府の監守下に置かれた。そのため上限三年以降、吉宗、智貞は、下谷国中村への帰還が生涯叶うことはなかった。中村氏が給料を取り戻すのは、鎌倉幕府が滅亡した後の中村協調の代まで待つことになる。中村智貞、 陽明は、千歳丸、京和賀丸といい、その出字については、青森県弘前市新寺町の縁、明寺、延明寺や栃木県毛歌市の返上寺、中村八万宮等の縁に、古市に、源義経の維持京和歌、千歳丸であるとし、藤原秀平の命を受けた、北地坊海村が京和賀を念にし、友宗にタクシーをにしたとの伝承がある。 中村智貞が、鎌倉幕府により、鎌倉二官を持ち修正の管理下に置かれたためそれより、数代にわたり中村城が、城主不在となっていた。智貞の五代孫の中村教長は、鎌倉幕府滅亡後に、県務の申請にあった足利市に組みし、県務二年、1335年7月に、中仙台の乱が起こり教長は、足利高氏の軍にあって相模川の戦いで、 北条時行の軍を撃破しこを立て本領の中村荘を回復し再び中村氏が中村城の城主となった。遠元元年、県武三年、1336年、足利高氏が摂津と島川原の戦いで新田義貞軍に大敗を喫し、九州に落ち延び失脚した。高氏の失脚を受け協調は中村城において援護の弾が断たれた。 相反の伊達行朝は、北畠昭家の軍にあっため、協調は、伊達行朝の助により南朝方に属することになる。延元2年、兼務4年、1337年、北畠昭家軍が、白川関を越えて、下月に入ると協調は、伊達校長軍ととに、足利法の小山城を攻略し陥落させ、利根川の戦い、 安保原の戦いにおいてそれぞれ足利義明軍を、打ち破り北畠明家の軍にあって、鎌倉を攻め落とした。延元三年、逆王元年、1338年、後醍醐天皇御子の則リ親王、宗皇、胸長に愚執して、伊勢に下校した。則リ親王、宗皇、胸長は、伊勢より海を渡り道の区国に赴こうとし、協調は、立行朝、 結城胸広と共に、グブの戦場にあったが暴風に遭い、ノリナガ神皇、胸長神皇は、吉野に戻り、協調、北畑畠近房、伊達行朝の船は、日立の海岸に漂着した。北畑畠近房は、織田春久の将兵により、神宮寺城に入り、協調と伊達行朝は、中村城へと帰還した。北畑畠近房は、関東各地の反爆勢力の結集を呼びかけるも、 宇都宮金綱、葉が高さだが、北朝方についたため協調。伊達行朝は、儲か、カラス山へと、羽軍し、葉が高さだ不死を打ち取った。広告元年、略王三年、1340年、北畑地下夫さは、協調に命じ、行朝を共同し、日立国伊佐軍の伊佐城の守りに、入らせた。しかし北畑地下ふさは、 敵と身内の両方から突き崩される結果となり、広告四年、広営二年、1343年に、近房法の城が陥落すると、北畑畠近房は、吉野へと帰還してしまった。北畑畠近房が落ち延びていってしまい11月に、伊佐城はついに、足利高氏の命を受けた、孔子冬に城を包囲される。京調と、行阿佐は、孤立無縁となるも、 その方位を突破し、行朝は治療へ戻った。協調は、中村城に帰還したが、高氏、近草と二度の主君の失脚、そして総反の伊達行朝の落ち延びに相晩作尽きるも、一時は鎌倉を攻め落とした際に共闘した、宇都宮金綱、芳賀光明はその武名を尊び、協調を真に取り込むことを前作と鑑み、中村の領地を宇都宮領にする思って、 宇都宮領の境目の重要地である中村城を文明高い協調に任せた。以降、中村氏は宇都宮氏の真として戦国時代を迎えることとなる。戦国時代の頃になると中村城は当時の宇都宮氏の五子に入るほどの東票と謳われた中村玄閣が城主となっていた。猿山合戦が起こると天文十三年1544年に 結城市の家臣、水谷忠氏村に攻められた、着難の次長と共に撃退している。しかしその晩に、正村の軍勢に野衆をかけられ、玄閣は、城の南西において、激闘の中、討ち死にした。次長は父、玄閣の討ち死にを受け中村城を、水谷軍に渡さぬように城に火を放ち、体制を整え直すために、宇都宮へと引き返した。宇都宮直綱は、 天文14年、1545年に、次長を先方に、常谷の鏡くげた表水谷勢と戦ったが、給料を取り戻すことはかなわなかった。次長は、その後、宇都宮広綱、宇都宮国綱の家臣として仕えた。慶長2年、1597年、宇都宮国綱が、朝鮮出兵に参陣し、帰還後、豊臣勢を賜り、十五一下に任じられたが、 突然開役され、美戦国へと入るになり、宇都宮市本家を、はじめ多くの家臣は、全国各地に散らばっていった。中村氏は、宇都宮市の入るには従わず、廃領の地の戸祭村、現在の都裁も戸町、松原に泊まった。慶長2年の、宇都宮国綱家臣連名簿、栃木県立図書館所像によると、中村日向守は戸祭村に住し、 宇都宮国津中心の中では最大の十万国を領し、正し書きには五千代伊達と合住津守るの先祖なりと記録されている。また、天保三年、1832年の宇都宮や三郎旧神六名簿、栃木県立図書館所像にも中村ひな高見の祭り村、中村吉兵衛の記録が残っている。慶応三年、1867年に、 大政奉還されるも、翌慶応4年、1868年1月に、母親戦争が勃発すると3月にはそれに、高うするように、安塚村、現在の身部長あるいは、石橋塾より、打ち壊しが起こった。4月に入ると、鈴目宮塾では5000人に膨れ上がり、合村取締役宅等をぶち壊しながら、宇都宮城下へと目指すも宇都宮反定により、 城下への立ち入りを拒否される。しかし、西部の村々がこれに抗往し、宇都宮城下の八幡田山に集合し、その数は3万人まで、膨れ上がった。戸祭村では、中村林平間に隣接する交渉大淵家が、打ち壊しに遭う被害が出るも、中村林平は、この戸,戸祭村の戸祭山、水道山を含む多くの土地を漁していたがそこで、従事していた多くの農民たちに、 支持されていたため中村士官が打ち壊しに会うことはなかった。中村林平は明治35年1902年8月10日に実施された第7回衆議院議員総選挙の栃木1区に出馬し衆議院議員立憲政友会の前職や島中と相対している。林平の孫娘は小平十吉元栃木県知事小平久夫。 元衆議院副議長を排出した西、川田昌平家に嫁いでいる。西、川田昌平家には、船田中、元衆議院議長の孫娘で、船田譲る、元栃木県知事の娘がいでいる。林平の彦の中村光は、遠跡のゆえんで一時帰作新学院の教団に立っている。なお中村光は、父の第二都西元町より、日光街道古西町、松原、県、 ウ都市松原に移住しており松原で生まれ育っている。平成元年1989年に着工した農林水産省による国営観拓事業の磯早安観拓事業は一大国家事業であったが、水門撤去、開門を求める運動が高まると衆議院。 第155回国会の農林水産委員会第4号を置いて、中村光は海の生物の環境工学の学者の立場より、観択事業において発生している現象は、地形、生物、気象、それに、生物やあるいは人為作用ということが、いろいろと絡まり重なり合って、その現象が複雑に出ていると、一長一短に答えが出るものではないと、専門的な見地から、 干拓地の再生法案の早期成立を望む胸の意見を述べている。栃木県も岡市の総厳寺に、源の頼朝供養党と共に数期の破壊士軍が存在する。伝承によると、中村智貞をはじめとする歴代の中村上主の墓所であり、天文十三年に下立上主、水谷万流斎は佐村によって中村城を攻め落とされ領地が奪われた際に敵型となった。 中村上主一族の墓所と知られ打ち壊しせぬよう、源の頼朝供養党として、後の世に伝わったとされている。中里奈彦、東京大学資料編纂所講師、栃木県文化財保護審議会委員の研究によると、この伝承として伝わる、墓石群と中村上主一族との関係の手がかりを見つけるために、墓石の宅を取りぼの文字調査したが風化、破損等により、 中村一族の破壊主軍であるとの確証を取るには至らなかった。宇都宮氏の家臣として従えた中高の中村氏歴代の菩提寺は昭雲寺である。中村氏は代々葬儀に際しては胸に担当をかざしともらい、ふとされており、これが類代の守りがたなとされ、中村と貞さだが年日、竹とも胸の養子として入る際に片身として持っていたとも、 中高の祖中村協調が、足利高氏より配慮したとも言い入れていたが、第二次世界大戦の宇都宮大空襲の際に、消失あるいは等に合い現在は消失している。中村城後に、この源の義常の維持、中村友貞を祀る者が存在する。猛歌市教育委員会発行の猛歌市案内、中村城によると、中村大明人の遺書については、中村左栄。 友貞さだ中村大明神と、高尻祭り、再々十一月十五日土神これを、祭りるなりとあり中村日立之助宗村次男を祭る、社であるとされている。なお、この中村大明神は、中村上落城の後、最後の城主となった、中村小太郎次長を祭る小太郎明神としてその後、伝わり、現在は、中村城後に混流されていた場所から大正二年五月に、 返上寺の境内に中村城を建てたとされる伊達市初代の中村、友宗祭神都市歴代の中村市の人々を祀る、社として移築された。宇都宮市の家臣として、宇都宮に移り住んだ中村市の館跡に建つ、中村神社は、江戸時代の創建、宇都宮市、戸祭元町。中村城跡には、伊達騒動を題材にした NHK 大河ドラマ、 もみの木は残ったのモデルになった古木がある。この古木は、現在返上寺の境内にあるかやの古木で、昭和29年に、栃木県指定天然記念物となった。文治5年、1189年、欧州伊達市の外も宗、あるいは宗村が、源の頼朝から欧州合戦における石名坂の、戦いの恩賞として与えられた、伊達軍、忍軍に赴くに植樹したとするいわれがある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。